国鉄多岐21300経過者は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍していた私有貨車である。本形式の後継形式である多万21350型についても本項目で解説する。多岐21300型は、塩素酸 総大駅専用の35トン石タンク車として1971年4月30日に3両が、富士重工業1社のみで製作された。記号番号表記は、特殊表記符号、高全知氏小滝と表記する。落成時の所有者は、保土屋化学工業の1社のみでありその常備駅は、福島県の郡山駅と北海道の江北駅と、山口県の新南洋駅であった。 1979年10月より化成品分類番号を95化表記された。タンク体材質は耐抗性高張力構成であり、このため内部に腐食防止のための厚さ 1.2mm の FRP ライニング処理が施されている。タンク体には厚さ 50mm のグラスウール断熱材が巻かれ、規制が装備された。二方式はタンク上部の積み込み口からの上入れ、 駅出艦と空気管使用による上出し方式である、両艦輪を S 字間を装備した。車体色は黒色、寸法関係は、全長は 1100mm、全幅は 2504mm、全高は 3655mm、台車中心間距離は 7000mm、自用席は26.5立方メートル、自重は15.9トン、換算量数は、 赤車5.0、空車1.6であり、台車はベッテンドルフ式の TR41C である。1987年4月の国鉄分割民営化時には、全車が JR 貨物に継承され、2007年10月に最後まで在籍した一両が除籍され、形式消滅した。多岐2万1350型は塩素酸。 総大旗専用の35トン石タンク車として1977年2月21日から1980年8月15日にかけて20両が富士重工業1社のみで製作された。1987年に5両が多岐に万1600型より富士重工業にて改造され編入された。以上合計9ロット25両が製作された。記号番号表記は 特殊表記符号、公前知事、小滝と表記する。1979年10月より化成品、分類番号、95化表記された。落成時の所有者は、保土屋化学工業、日本カーリットの2社であり、その主な常備駅は、福島県の郡山駅、群馬県の渋川駅であった。タンク体材質は、滝2万1350系の対抗性。 高張力構成に対してステンレス構成であり、このため内部処理は不要になった。また、多岐に万1600型からの改造車は、他車と外観が異なっている。二役方式は、タンク上部の積み込み口からの上入れ、液出管と空気管使用による上出し方式である、両緩和を S 時間を装備した。車体色は黒色。 寸法関係は、全長は1 1千百ミリメートル、全幅は二千五百八十八ミリメートル、全高は三千八百四十五ミリメートル、台車中心間距離は七千ミリメートル、事業席は二十四点八立方メートル、事情は十六点二トン、換算量数は、積車五点零、空車一点六であり、台車は、ベッテンドルフ式の t r 二百二十五である。 1987年4月の国鉄分割民営化時には23両が JR 貨物に継承されたが2007年10月に最後まで在籍した3両が除籍され形式消滅した。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。電気車研究会鉄道ピクトリアルナン、no. バー810鉄道車両年間2008年版 P116 電気車研究会、鉄道ピクトリアルナン、no. バー810、鉄道車両年間2008年版、P116 から117国鉄滝2350経過車に関するカテゴリー。ありがとうございます。